ナルト考察二代目ほかげ卑劣様こと扉マンについて。今回はナルトに登場する二代目ほかげ卑劣様こと千住扉マンについて見ていきたいと思います。扉マンの人物紹介。初代ほかげ千住柱間の弟で、兄の死後ほかげに就任したのがこの扉マンです。部下は後にほかげとなるスケベ親父サルトビヒルゼンと、目玉を集めるのが趣味という変わったコレクター志村団長、宇治葉治水の祖先にあたる宇治葉鏡の最強メンバーとなっています。扉マンは飛来神の術を開発するなど時空間忍術の才能に長けており、水がないところでこれほどの水遁をと後世にネタとして語り継がれるほどの水遁の術を使います。これだけでもかなり強いのですが、江戸転生や影分身の術など禁術になるほどのとんでもない術を作り出したりしています。マダラが柱間以外で唯一警戒するほどの指折りの実力者です。生み出した卑劣な術、扉間が生み出した卑劣な術にはどのようなものがあるのでしょうか。早速見ていきます。江戸転生、何もしてない人を生贄にして死んだ人を生き返らせて操り、やりたくないことまでさせる史上最高に卑劣な術です。影分身の術、分身してどれが本人なのか敵が考えている最中にひっそり攻撃する卑劣な術です。ナルトが進化していくきっかけになる術です。飛来神斬り、卑劣なことに戦闘が始まる前にあらかじめ区内にマーキングをしておきます。その区内を相手にぶん投げて術を発動させると、そこに移動できる術です。伏せ熊も与えず敵を切りつけます。卑劣です。卑劣極まりない技です。ちなみに4代目ほかげである湊も使用する術ですが、彼の場合陽キャだから許されている感があります。扉間の使用する術はざっくりこれくらいありますが、たったこれだけでも卑劣が止まりません。人間性は卑劣なのか。千住一族の同盟に宇治葉一族が加わり、この葉隠れの里が設立して以来、柱間とマダラの補佐役として里を守ることになったのが扉間さんでした。あまあまの柱間とメンヘラなマダラの血は喧嘩でまとまらない里の方針は、合理的な扉間のおかげでバランスが取れているように思います。史上初の五影階段で他の里との均衡を保つためにせっかく集めた美獣を駅前のティッシュのように無料で配布しようとしたアホな柱間に黙れと怒鳴り散らかしたり、これまた柱間がマダラを思う恋心からマダラをほかげにしようとしていたところも止めに入っていて、まともなことを言っているように思います。さらに扉間はアカデミーや中忍試験で忍者を目指す子供同士が殴り合う制度を作りました。これに対して卑劣と言われていますが、こちらは木の葉の里の基盤を固め、他の里も導入するほど素晴らしい制度と話題になり、白里の上層部の戦闘卿からは絶賛されていました。若干オラついているところはありますが、人間性は割とまとものような気がします。宇治葉と扉間、ナルトの物語では千住一族と宇治葉一族は長い間対立関係にあり、柱間と扉間は宇治葉一族との戦いで幼い弟二人を失いました。仲直りした後も宇治葉を勘ぐり続けた扉間は、危険性の高い宇治葉一族を警務部隊として里の隅っこに配置しました。その結果、宇治葉一族の面倒くさい性質をうまく使い、監視もできてシャリンガンが他の里に闇落ちするのを防ぐなど、当初は万々歳でしたが、後に宇治葉側に監視のためだと見抜かれ、クーデターを企てられてしまいます。この葉側はそのクーデターを止めるために、あの優しいイタチに家族を皆殺しにさせる任務を与えます。つまりイタチの運命を残酷に変えることになったこの事件の主犯が扉間さんと言えるのです。シャリンガンを研究するためとはいえ、マダラの死体を大事に取っていたりしたことで、マダラが蘇る原因やオビトが闇落ちする原因を作ってしまった扉間さんでしたが、そのおかげでナルトの物語は面白くなっています。まとめ、ここまでのことを見るとそこまで卑劣ではないように思います。内葉一族のこともただ単にあいつら嫌いと毛嫌いしていたのではなく、警戒しつつもちゃっかり内葉一族のことを考えて行動していたことがわかります。内葉でも鏡のようなへりくだるやつは部下にしたりもしています。里のことを第一に考え、徹底した合理性を求める様は最も忍びらしいと言えます。ただ使う術が卑劣なだけなんです。戦闘スタイルが卑劣すぎるんです。少年漫画は戦闘シーンが強く印象に残るので、読者の間では永遠に卑劣様と語り継がれるでしょう。そんな二代目ほかげ扉間の考察でした。